上がられましたね。大久保と小笠原。そういえばよく考えたの、2人ともキャバクラセブンだったような。そうだ。懐かしい。懐かしい。あと柳沢と。そうそうそう。キャバクラ。センターバック決めたらコミュニケーションしてないと。何語で？いや、通訳が入ってるから。ああ。うん。日本語から韓国語に。帽子あげないよ。奥ちゃんとジュニーには握手してますね。カバカバでわかりますシルエットクイズだ。ケンゴーケンゴーケンゴ人気だ。取り損ねた。遠藤。